アプリで釣った出会い中殿を今夜7時30分にアルタ前に集結させる。一応10人来る予定。何か目印になるもの持たせたいんだけど何がいいかな。俺はいけないから誰かスネーク行ってくれると嬉しい。よく頑張ったな。これは期待。赤いバラ。史上稀に見る様スレ。すげえ。最低なスレだ。出会い中の気持ち考えたことあんのかよ。期待。期待やね。これは期待。アルタってどこよ。実は行ったことない。500円しかないが行けるなら行く。新宿だろ。目印に全員に午後の紅茶持たせようぜ。もっとわかりやすいものの方がよくね。胸に赤いバラを刺して。胸に午後手刺して。なんて恐ろしいことを考えつくんだ。傘とかどうよ。時間になったら一斉に開いてもらう。今のところ誰かスネークできるやついる？新宿なら結構行けるやつ多そうだけど。ネタバラシはどうすんの？特に考えてない。1、スレの URL 貼ってプラー。2、スネークにネタバラシしてもらってプラー。3、ドタキャンで出会い中から避難の嵐。4、ガンムシ。まあこの中のどれかかな。3か4が一番スッキリしなくて精神的に来るわ。おっといけるけど帰ってこられない。現場行ってぽい女の子に声かけさせまくるのがいいな。絶対しないだろ。持っていても不自然ではないものかつ普通は持っていないもの。難しいな。出会い中同士を出会わせれ。一斉に、今ジャンプしてって言って、10人がぴょんぴょんしてるのを見る。ジャンプする直前にスネークもジャンプして、ダチョウクラブみたいにしたら面白いな。無難にカロリーメイトで。カロリーメイトか。それで行くか。黄色は目立つもんね。フラッグになる。2グループに分けてそれぞれ A と B の格好で待つよう指示する。A グループには、B の格好で待ってます。B グループには、A の格好で待ってますと伝える。とか。ヤングアニマルにしよう。雑誌いいな。読みたいって言えば買ってくれるだろうし。やっぱ雑誌にするわ。彼らも人生うまい話はないといい勉強になるだろう。見てて面白いのはジャンプだな。物じゃなくてもいいんじゃないかね。ポーズとか。一斉送信難しいし、ジャンプしてくれるかわかんないから、少年ジャンプ持たせるようにすればいい？やかましいわ。下場で MacBook 広げてどうやっててもらおうや。何も持たせるのは一冊だけってわけじゃない。ワクテカが止まらない。ひどすぎ、ソワロタ。これは伝えてざるを得ない。誰か見に行くの？スネークおらんか。スネークがまだいない。誰かマジ行ってください。お願いします。なぜ行けないし？俺は1。俺と同じで草。関東の人間がそもそもいるのかね。応答しろスネーク。雑誌は何も足せればいい？安ければ安いほど買ってくれる確率は高くなる、はず。会社指向。プレイボーイでいいだろ。ジャンプでよくね。まだ火曜だし安いしコンビニで買えるし。JR 時刻表。10人も同じ雑誌指定したらコンビニで売り切れて、買えない奴が出てこないか。それはそれで面白いだろ。そ、東京住みなのに親のせいで動けない。俺も都内だが動けねえ。頑張れ、英雄になるチャンスだぞ。新宿駅内だから行ってえな。でもお風呂入らないと。お前は行けよ。俺行くわ。勇者、現る。期待。勇者に期待。お？行く場所教えて、東京のどこかね。やっと応答したかスネーク。新宿アルタ前。具体的な場所はまだ指定してないけど、あなたに合わせるよ。俺も行きたいな。頼みます。お意外と近い。これは期待。今行ってもいいよ。行って何すんの？とりあえずジャンプ買わせるわ。行って何するか考えようぜ。行ってとりあえず観察しよう。いいかスネーク、出会い中と呼ばれる連中を、指定時間に目的地に集合させる。そこをスクープしてくれ。いいか、これは潜入任務だ。敵に見つかるな。速やかにターゲットを見つけ出し、このスレに報告してくれ。俺も今京王線乗ってるから行こうか？間に合うかは微妙だが、さあそろそろ出発するぞ。動画か録音欲しいね。できればやってみる。結局現地で何することになったんだ？観察して報告。そこからはみんなのレスで決める。対象の観察及び先導。とりあえず行ってくる。結構前にも似たような釣りあったな。釣られた一人がとんでもなくええやつすぎて、途中から流れ変わったけど。スネークが嘘つきだったやつじゃね？配信するする言っといて、結局しなかったスネークがいたスレなら、それも俺が立てたやつ。ハチ公前に集合させようとしたやつでしょ？どんだけ常習犯なんだよ。あ、それそれ。スネーク立候補がスレー勝手に引き出して、結局逃げたやつ。結局心優しき出会い中を裏切っただけだったわ。ちなみにその時の電話内容は、もしもし？あれ、もしもし？出ないじゃん笑い、もしもし、普通。アホなん。スネークと混同するといけないから釣るとき使った名前で、今になって欲が出てさらに3人くらいカコつけました。ナイス。集まった後女子ねえじゃん、状態になってからの、焦らし作戦も考えとけ。妹も来たがってて言うことを聞かないから遅れるとか、そいつらおお、妹も来るって勝手に盛り上がる。言うな。もうそろそろ、今一回来てどんなところ把握してる。俺7時前に着くわ。お前もジャンプ買っとけ。こんだけ頑張ってんだからネタバレくらい俺らも考えなきゃな。過去に釣られた人数、スネークってなった事件があってな。服装どんな感じか聞かれたけど、なんて言えばいいの？女の子の服装全然知らない。ジャンプ持ってるのが10人集まっただけで、そいつらお互いに、あれ？ってならないのかな。全員を上りエレベーターに乗らせて、スネークは下りエスカレーターから観察とか、
上下タートルネックって言っとけば。下もタートルか。お前下半身にも首あんのかよ。タートル把握。下はズボンかスカートどっちにしよう。スカートに決まっている。今の季節にいなさそうなファッションにしないと一般人に迷惑かける恐れ。確かに。上着にキャメル色のコートとか言っとけ。紺色のタートルネックにベージュのスカート、赤いマフラー巻いてますで行くぜ。いないこともなさそうなコーデだけど、3色被ることはないか。腹減ったからなんか食うわ。何人集まりそうかな。少なくとも10人は来るはず。すっぽかすかもしれんけど、一人ミントグリーンのカゴなし自転車乗ってるやついると思うから、そいつは見つけやすいかも。新宿に用があるから行くわ。追いついたぞ。スネーク息してたか。言うの。俺も写真撮るかと思ったらなんか撮れない。頼む撮ってくれ。言うの。飯食ったからもういる。食うの早いな。何食った。おにぎりをとりあえず食った。コンビニの。どこだ。黒縁メガネかけてるから声かけてくれ。指定のクリスマスっぽいファッション女はいなさそう。スネーク同士は出会いましたか。あいのモザイクとかどうすればいいんや。会えない。ちなみに俺もメガネ。手を上げるとかやってみれば。俺チビだから見えないかも。アルタの右斜め前ら辺のチェーンに座ってるで。画像映しようとしたらアップできませんだと。スネークは今のところ2人。多分2人や十分。マッチ色のチャリ横にいるから誰か探して。服装は全体的に青いプラスメガネ。実はスネーク2人が盛大に釣られてました。ってオチはないよね。嘘だろ。家近いから別にいいけど。黄色の自転車どこだ。見つからない。なんかの目印で待ち合わせろよ。ごめん風呂やら飯やら言ってた。何人かジャンク買わないバカどもがいるから適当に動かすわ。スネークの人たちはトラブルだけは避けてねえ。頑張ってください。もうすぐ着くわ。スネーク3人目か。避難場所案内板わかる。そういやさっきそんな感じの案内板の近くを通ったような。スネークたちはジングルベル歌えばいい。よし歌うわ。見つけてね。おっさんにうるせえって言われたから歌うのやめるわ。どこだよ。近くならわらわら踊りたい。さすがに草生える。スネークたち、ジャンプ持ってるやつ見つけたかい。アルタ前ついたぞ。わかりやすいやつから言っとくわ。一ミントグリーンのカゴなし自転車、レジ袋ぶら下げてるかも。二上下黒、ジャンプが入ったキノクニアの袋持ってる。こいつかな。一ミントグリーンのカゴなし自転車、レジ袋ぶら下げてるかも。自転車特徴合ってるな。そいつ、よくやった。出会い中の方か、かっこ換気。一人確認だな。本当に来ててはロタ。これが出会い中かい。おじゃ俺もそこ行くわ。さっきそこも通ってたのに気づかんかった。緑自転車真横にいるぜ。ちょっと自転車の周りに集合させるか。もういっそみんなで集合写真撮ろうぜ。わロタ、バレないように気をつけてな。お、見えた、見えたぞ。映ってるのとそっくりなやつが。着いたから他のやつの特徴教えてほしい。来たー。緑自転車帰っちゃったよ。っておい、いなくなるな。やっと見つけたのに。もうすぐ終わるので待っててください。急ぎます。東アルタわからない。会うときなんて呼べばいい。ゲーセンにいるよ。アルタわからないからしょぼん。俺後マスクしてるから白みたいなセーター。5階にいる。誰かこいつ探してくれ。ゲーセンに呼び出されてるのかよ。ゲーセンとかヤバくね。行かない方がいいかも。アルタ行けないとか言ってる時点でそれこそ怪しい。アルタでお願いとか言っとけ。なんでゲーセンにいるんだ。どういうことだってばよ。このスレの中に出会い中の友達いたらウケるな。他スネークに会えたらゲーセン行くよ。みんなでプリクラ撮れよ。とりあえずゲーセン適当に入ったよ。アルタ来るやつだけ相手したら。ゲーセンだとスネーク特定されやすいよ。というか、なんで画像ウープできないの。どこのゲーセンだよ。アルタ前から動かない方がいい。ゲームセンターから出た。もう一挙ジングルベル歌えよ。そうしてみる。なんか写真ウープしようとするとバグるんだが。黒シャツ、ジーパン、ショルダーバッグの老け顔の兄さんがジャンプ持っているはず。老け顔のお兄さんゲーとか言って年齢偽ってる。ただのゲーだろ。やっぱり出会い中ゲーはクソだな。サングラス首から下げてたりする。聞いてみるわ。違うっぽい。そいつにはたい焼き屋の前に行ってもらった。黒のセーターにデニム、ジャンプ持ってるはず。というか全員もう帰ってたら。なんかファイルを選択しようとするとバグる。適当にいろんなところでアップしようとしてもファイルを選択しようとした瞬間前のページに戻される。ジャケット、デニム、花柄の靴。こいつわかりやすいんじゃない。てかまだアプリでの会話続いてるの。続いてるよ。未だかつてないほどの忙しさで入力してる。頑張れオペレーター。そろそろ出会い中も帰り始めるんじゃないか。そりゃ10人相手にしてら疲れるわな。今花柄探してるからちょっと待って。こいつらめんどいからたい焼き屋の前に誘導するわ。スネーク白いリュックでしょ。うん。とりあえず合流しようぜ。どこだよ。ジングルは何してんだ。今もジングルベル歌ってるんだが視線大体。わろた。お前も合流しろ笑い。スネークさん。合流した方でジングル歌ってみるとか。ハットかぶってるよ。おいジングルーって呼んでやれよ。ちょっとジングルベルは早いよな。マジで歌ってんの。ガチだよ。青シャツにジャケット、黒地のパン、黒のジャケット、黒のリュック。歌ってる人いるか聞いてみる。おに。スネークが下手したら捕まるからやめてあげれ。場所指定して集めろよ。緑自転車戻ってきてワロタ。
マジか、とりあえずそこに歌いながら戻るわ。よく気づきますね。後ろついてってる。まさにスネーク。諦めきれないで愛中はろか。たい焼き屋の前に5人は集結させたはず。緑の自転車も含め。たい焼き屋ってどこだ？歌ってたらまたうるせえって怒鳴られた。もうさ。もういい、十分頑張った。一面とグリーンのカゴなし自転車、レジ袋ぶら下げてるかも。二上下黒、ジャンプが入ったキノクニアの袋持ってる。三ゲーセンにいる、白いセーター着てマスクしている。今特徴上がってるのこの三人。出会い中に出会えないって何なんだろう。ちゃんと会えた。お？終わったら飲みでも行けよ笑い。ようやく会えたか。スネーク GJ、捕まらないようにね。ここら辺にたい焼き屋ってありますか？って聞いて教えてもらったので、今からたい焼き屋行くわ。行動力半端ない。ジングルベルは忘れるなよ。それっぽいっぽいんだけど。お、ジャンプ持っててはロタ。ふけ顔かな？ジャンプ。普通に毎週ジャンプ買ってそうな人だね。右手に抱えてるのが多分キノクニアの袋だね。スネークジングルに早く合流してあげて。さあもうすぐたい焼き屋に着くぞ。はよしろジングル。そろそろ限界だ。もう合流して、いいよね。さあたい焼き屋に行った。どこだ？もう俺は他のやつ全員無視してゲーセン野郎に絞るわ。一応たい焼き屋の前と横の青山には集めといた。集まってるな。でもなんか男たち話し合ってるような。ジャンプたちが話し合ってるの？写真がアップできねえ。なんでだん？やっぱり会ってから笑い。そっかー、もういるの？まだですよ。もうすぐ終わるので終わったらすぐに向かいます。何かしてたの？俺結局行ってない笑い。は？なんだこいつ。逆に釣り仕掛けてたか。クソアロタ。は？かっこ真顔っておもろい。もしかして本家とかにあんかで出会い系やるわとかのすれが立っているんじゃ。ずっと探してるけどいない。なんだよこのポンコツめ。せっかくジングルベル歌ってまでやったのに、なんでウプできないんじゃ。もう休め。お前は頑張った。まだいるぞ。こいつ引き止めるわ。引け。30分経ってるのに粘るな。ズボンはどんなの履いてますか？ユニクロわかる？ユニクロ、探します。そこにしますか？はい、ビッグカメラと、ビッグカメラとユニクロのやつ。わかりました。とりあえず寒いので中で待っててください。ゲーセン野郎はユニクロだとよ。そのたい焼き前で男の一人が女をナンパしてた。こいつはジャンプ持ってそうになかったから。違うか。自転車消えたぞ。いる？駅の出口の前は？いないね。帰るね。あ、もしかしてイヤホンしてますか？今はしてない。いないでしょ。あれ、さっき見た気がしたんですけど、ミントグリーンってどんな色ですか？緑自転車との会話。帰るっつったのにいたんだな。というかたい焼き屋の場所わかりづらすぎだろ。もっと売れそうなところに建てろよ。鳥がたい焼き屋の中に。いないじゃんか。ユニクロ、探します。そこにしますか？はい、ビッグカメラと、ビッグカメラとユニクロのやつ。わかりました。とりあえず寒いので中で待っててください。はい、エレベーターの前で待ってる。来るとき構成って呼んで。ゲーセン野郎は構成って言うらしい。エレベーターの前だってさ。もういいや、一人でジングルまた歌うわ。気づいてね仲間。いけジングル。もう休めって。あんたって人は。ジングルいねえよ。探してやってくれ。俺拾う。もう休め。ジングルにあったかいコーヒー差し入れしたいわ。ジングルスネーク本当だったらレジェンドとなりそう。スネークジングルは服何着てるの？ジングルとご飯行きたい。ジングルスネだな。俺はジングルに喉飴を差し入れしたい。釣りじゃなかったら神だお。警察が近づいてきてるんだが、逃げてくれ。直接不可避。お前の勇姿は忘れない。警察がどんどん迫ってくる。その警察がここ見て合流に来てくれたスネークの一人の可能性。仕事しろ。ユニクロのエレベーター前にいるマスクつけた白い服のやつ。そいつがゲーセン野郎だからそいつ見つかったら終わるわ。ビックロ行くわ。ビックロに移動中。そんな感じで書いてくれるのありがたい。行動を共にしてるって一目でわかるし。ジングルはよこい。ジングルは捕まったよ。ジングルはガキの職質受けてんのかな。スネークしてんのにジングルベル歌うとかしてっからだよ。隠密行動だろ普通。ジングル、応答しろ。ジングル、ジングルー。テスト大だねジングル。ジングルスネーク本当に落とさたないね。ゲーセン野郎の近くにあるものだってよ。早く見つけてやってくれ。何階？一階のエレベーター前らしい。職務質問受けてこのスレの存在ばらしてしまったー。もう帰るわ。なんだ釣りか。おい。ちょっとだけひどいこと指摘してよろしいかな？みんなもうすうす気づいてるかもしれないし、もしかしたら無垢な努力を否定してしまうかもだが。どうぞ。それは知らなくてもいいことかもしれない。みんなもうすうす気づいてると思うからやめとくわ。いや言ってよ。なんだ言うよ。じゃあ言うぜ。ジングルが釣りの可能性。知ってた、知ってた。失望しました。今年はクリスマスに彼女とジングルベル歌うのやめます。いやこれガチだから。緑自転車いたんだけどビックロに。ビックロ連れてきたからな。今エレベーター前。まだいんのかよ。ジングルなんでいなかったんだ。まあ釣りたけど、言ってたのは本当だぜ。払いたくなってすぐ帰ったが。もういいって。お疲れジングル。次の潜入ミッションにはストッパーを携行しましょ。
ちなみに最初のジングルベル歌って、おっさんにうるせえって言われたところが変までは事実。そこで腹が痛くなって帰った。メンタル弱すぎ。結局歌ってんのかよ。緑自転車とキノ国やジャンプのやつを収めただけ結構な収穫だけどね。昴生君いなよ。ここの階段にいるのがゲーセンやろう。エレベーター前にいるのが緑自転車。昴生、怪しいとこ連れてこうと必死。こんなとこでやスネークの写真は無理だな。ゲーセンやろう声。ゲーセン君は明らかに人目のつかない場所誘導してるよな。ゲーセンやろう会えない。昴生見つからない。てかこいつ場所移動しすぎ。昴生見つからん。その画像の階段ビックロのじゃなくね。あと何分ぐらいかかりそう？しょぼーん。今ビックロ中いるのでも見つけたらすぐです。話すの緊張する。大丈夫です。そんなことより見つかりません。マジ外で待ってて。え、外？どこ行けばいいんですか？こいつ本当に来てるのかよ。昴生の無駄なフットワークは我々を混乱させる。昴生が、ここを見ている可能性。昴生は一体何をしたいのか。なるほど。それだったら俺昴生尊敬するわ。ビックロ一周し終わった。別の板で釣ってる可能性がビレソン。昴生をスネークたちのところに誘導することはできない？電話しろ攻撃に出てきた。とりあえず誘導させるけどどこにする？どこに昴生連れてく？グレーニットのマスク男は見つけた。寝つきやばい。無理すんなよ。そういや自転車とかどうなったの？ごめんそいつ切った。アベンジャーズ前は？アベンジャーズ前に来てでいい？オッケーオッケー。自転車は見失った。待って昴生そいつかも。ここにいるってさ。そいつさっきからいるけど、昴生にジングルベル歌わせようぜ。わろた、カメラお願いできますかね。やっぱりそいつかよ、目つきやべえよ。電話かけるふりさせた。スネーク、無理は禁物ぞ。こいつこいつ。有能すぎ。いかにもこの日のために髪型決めてきましたみたいな頭してんな。写真からすると昴生思ったより怖くない。目つきがやばいの。目つきが。目つきこんな感じ。血でけえな。マスクだよ。どうする？緊張してきたのでお手洗い行ってきます。いいですか？待っててくださいよ。ええ恥ずかしい。iPhone のゴールド、手に持ってるから。確認ですけど、マスク、灰色のセーター、ジーパン、肩にカバンかけてる人ですよね？そうだよ、しょぼーん。ビンゴ、よくやった。よくやった。昴生はまさか自分が目の前で似顔絵描かれてるなんて思ってもいないだろうな。有能すぎる。もうネタバレはスネークに任せる。俺から URL 貼るでもいいけどスネーク。作戦成功だな。1時間半も経ってるもんな。スネークにバラさせるのって危険じゃないか。出会い中なんてろくなやつじゃないから構わず。スネークは離脱しろ。危ないな。スネークを一旦隔離した方が。スネーク一旦離れるんだ。スネークどうする？とりあえずブラジルぐらいまで離脱しとけ。スネーク二人にごちそうしたい。スネーク行ったか？スネークを通せよ。いるぜ、昴生もな。ホテルの予約でもしてください笑い。ホテル行かないよ。早くしてしょぼーん。寒い。コンタクト外れた、オルツ。本当にごめんなさい。あとちょっと。おいしょぼーん。俺優しいから大丈夫。ホテル行くつもりないみたいだし優しいし大丈夫なんじゃね？昴生とさんのツーショット。スネークさんの格好コスプレみたい。おい、バレるぞ。スネークさんかっけー。早く撤収しろ。もう撤収？さすがに見つかるとやばいし。ネタバレもできないしな。ビックロの中うろついてる。ネタバレどうする？普通に URL でいい？オッケー。スネークが離脱するまで待てよ。スネークの安全確保が優先されたし。相手の反応あったらそれも貼ってくれよ。URL を貼ったらスネークたちの姿も割れてしまう実験やぞ。ほんこれ。じゃあ、ネタバレ、行きます。待て早まるな。スネーク逃げろ。スネーク、逃げて。3じゃない方のスネークは乗ってないし大丈夫そうだけど3は危険だな。昴生って名前で呼んで。なるほど笑い、了解。今コンタクト洗ってるから待っててねー。待つの疲れた。あっ、言い忘れたことがあった。ふぅ。やっちまったな。せめてスネークたちの安全が確保されてから。昴生くん見てる？おいこれ直接リンク踏めねえし、コピーもできねえぞ。なんだこのアプリ。はよ逃げろスネーク。逃げ先はこのスレではもう言うなよ。スネーク無事？逃げてるー。なるほど笑い、了解。今コンタクト洗ってるから待っててねー。待つの疲れた。あっ、言い忘れたことがあった。ん？寒いしょぼーん。どうすんだよこれ気づいてねーよ。スネーク再開した。応答しろスネーク。気づいてないなら好都合。生きてるよ。おう、無事でよかった。しかしあの格好はなんだ。私服だよ。さすが東京人。あれが私服なんか。なんつうかミスれ。疲れた、寒い。よくやった。諸君らの賜物である。ゆっくり休め。お疲れ様、あったかいもの食べなよ。一緒にいるの？おつ、お前らのおかげで超楽しかった。お疲れ様、ゆっくり休んでくれ。本当にありがとうございます。ゆっくりお休みになられてください。一つ言い忘れてたことがあるの。どうしてこんなに寒いのかわかる？降ってない笑い。ん？それはね、私が雪のせいだからだよ。それは、ない早く。人と触れ合うと溶けていなくなってしまうの。仕方ないよな。さ、さすぎ中にかよ。気のせいではないのね。なんやこれ。オープンにちゃん見てみてって言えばいいんじゃね。このスレトップにあるだろうし。スネークさんありがとう。
このスレは伝説になるだろう。雪のせい来るの早すぎない？参加デート中だよ。これは意味深。やっぱりホモだったのか、かっこいい役。やはりホモスレだったか。いやー楽しかったよ。みんなもいっちもお疲れ様。お疲れ楽しかったぞ。一応女の子だから、見た目は別として。女だったのか。まさかの。その発想はなかった。出会い中をつるスレなのに出会いを呼んじゃったのかよ。神スレすぎる。新たなカップルが誕生した。女だったのか。マジで？例のゲーセンで二人でプリクラ撮ってこいよ。ここに来てもう一つのドラマが。もうすぐ解散するわ。読み付きをつけてな。ボーイッシュってこと？かなり壮大なドラマになっとる。そして私はもうすぐ溶けてしまうわ。まだ？しょぼーん。最後にあなたに会いたかった。早く一つだけ言わせてほしいの。聞いてくれる？うん。なに？それより早くして。うん。なに？それより早くして。カラシニコフ、カラシニコフコフ。一からし食べて咳込んじゃったってことか。おしまい。まだ続いてたか。もうやめて差し上げろ。これはひどい。ひでえ終わり方。逆によく2時間弱も待とうとしたような構成も。差してやれ。みんなのおかげで出会い中にちょびっと制裁を加えることができました。それではここら辺でおつ。カラシニコフコフ。解散した。コフコフ。お疲れ。謎の感動を覚えたスレだった。こんなスレ久々だわ。構成にここ気づいてほしいな。1、スネーク、オツ。寒かったろ、風邪ひくなよ。電車暖かい。記念書きこ、お疲れ。スネークとスネークさん末永くお幸せに。神スレだったな。初めてオープンが有能だって思ったわ。朝から釣ってたんだよな。1の努力に脱帽。構成くん、ネットなんかで可愛い女の子は釣れないよ。ここでお話は終了です。構成くんはかわいそうでしたが、スネークの大活躍により盛り上がりましたね。